スピットファイア前奏曲と風画は、イギリスの作曲家、ウィリアム・ウォルトンが1942年に作曲した還元楽曲である。同年に作曲された映画、スピットファイアの音楽より抜粋、編曲された。戦闘機スピットファイア1942年に、ウォルトンが音楽を担当した4つの映画が封切られた。これらの映画音楽により、 一般の観客は作曲者が誰が預かり知らぬまま、彼の音楽を聴いていたにせよ、ウォルトンは英国楽団と英国映画音楽会での地位を確固たるものにした。特に、スピットファイアの音楽は大変高い評価を得たことから、その年の終わりには作曲者により演奏会用の編曲が施され、翌年作曲者自身の指揮により初演、録音が行われた。 映画の編集を監修したシドニー・コールは、ウォルトンの作曲の様子を次のように語っている。映画の編集作業はようやく終わりを迎えたが、ウォルトンは作曲の最中であった。ウォルトンのために行われる映画の使者に、レスリー・ハワードは何らかの理由で出席できないということだったので、彼は私に音楽に関する希望をとても念入りに語った。そして使者の鑑賞を終えると、 私はウォルトンに歩み寄り、レスリーのことづけをできる限り正確に伝えた。彼は注意深く耳を傾け、ああ、なるほど。彼のお望みは、たくさんの音符なのだね。と言い残して去り、風画を書き上げたのである。ウォルトンは1968年にも、類似の題材による映画、空軍大戦略の音楽を依頼されている。前奏曲は、 映画のオープニングクレジットに使用されたもので、エルガー風の愛国的な気分にあふれた、行進曲となっている。風ガは、航空機工場の慌ただしい作業の場面に付随し、戦闘機スピットファイアを象徴するかのごとく上昇する、主題を持つ。中間部の哀愁を帯びた、バイオリンソロは、レスリー・ハワード・エンズル・スピットファイアの設計者、 R.J. ミッチェルが仕事を栄養付けに帰宅する場面を描いており、彼に疲労と病による死が迫っていることを暗示する。その後、フーガが前奏曲と組み合わさって、クライマックスを築き、スピットファイアの完成を象徴する。フルートに、オーボエ1もしくはに、クラリネットに、ファゴット1もしくはに、ホルン4、トランペットに、トロンボーン3、チューバ、ティンパに、スネアドラム、シンバル、 金、ハープ、言語部。スコアの中によると、任意の第2を覚え、第2ファゴットは、作曲者の公認を得て、ビレムタウスキーにより追加されたものである。演奏時間は、約8分。1943年1月2日、リバプールのフィルハーモニーホールにおいて、ブリティッシュカウンシルの公演による、オール・ウォルトンプログラムのコンサート中の一曲として、 作曲者式リバプールフィルハーモニー還元楽団により、初演が行われた。ウォルトン式による録音が2種残されており、1943年のハレ還元楽団とのものと、1963年のフィルハーモニア還元楽団とのものがある。作曲者以外では、チャールズ・グローブズ、ネビル・マリナー、ポール・ダニエルなどの指揮者により録音がなされているほか、 水奏楽編曲による録音も多く存在する。映画に使用された演奏は1942年、ミューア・マシーソン式ロンドン公共楽団による。また、英国国外の演奏者による最古の録音として、レオポルド・ストコフスキー式ニューヨーク・フィルハーモニックによる1949年のカーネギー・ホールでのコンサートの録音が残っている。 32ページの実質送付がイエール大学バイネキ機構本図書家に現存する。スタディスコアは1961年オックスフォード大学出版局により出版された。ありがとうございます。